はいどうもーです。今日はですね、ラッ楽ーの体がもう一つあったら、絶対にやりたかった仕事をご紹介していけたらと思います。はい。でですね、まあ、これ見てね、何かね、えわ、ー、からないと思うんですけど、本当なんか、僕今、あの、まあ、仕事もしながらね、投資をしながら、で、まあ、40代半ばになったら、 まあ、セカンドライフで、投資家よ一本でやっていって、まあ、その中で、まあ、経営コンサルとか他のいろいろね、やりたいこともあるんで、まあ、それ、まあ、情報発信とかね、まあ、YouTube も本格的にあったりとかもしていきたいと思ってるんですけど、なぜもう一つの職業をやらないのかって言われたらですね、やる時間がないのと、やっぱり40後半からスタートする職業ではないからですね、はい。 でまあ、それは本当にもう人生をかけないと超一流にはなれない仕事なのでなのでまあその生半可にね投資かもしれないいろいろしながらできる職業ではないのでねまあできないっていうことでまあ楽器の体はもう一つあったらしたいなっていうところではあるんですけど本当にしたいというか、まあ、僕の本当目指すところっていうかね究極の思考を持った職業だと思っているので、まあ、僕の上をね ってる超一流の方々はもう僕の明らかに思考力で上をいってるっていうもう悔しいですけど認めざるを得ないっていう方々ばっかりいる業界なのでうんまあそれはですねプロポであのプロポーカープレイヤ,ヤーなんですけどすごい究極の思考だと思ってまして前あのご紹介しましたあの勝率9割の 選択っていう本を出してるあのプロギャンブラーの信ぶさんっていう方もポーカープレイヤーなんですよね。で、まあ、すごいその僕の思考と全く一緒のことを講演されてて、まあ、すごいなと思ってこの本も買ってで、まあすぐね読み終わったっていう感じなんですけどかなりねすごい方だったんですけどまあ何て言うんですかね、その思考力で勝てないってかって言ったらまあその 勝ててるる可能性もあるなっっいう人だったんですね、まあ、例えばまあ本当梅谷慎さんとか、まあ、プロギャンブラーの武きさんとかっていうのはまあ憧れる存在であったんですけど別にその何て言うんですか勝てないなっていう印象はなくて、うんまあ、僕もその頑張って思考力を今も上げているつもりなんですけど、まあ、そういう人だったんですよただ僕めちゃめちゃ今尊敬してる人がもう一人ねあのプロポーカープレイヤーにいまして。 はいそれをちょっとねまたあとでねご紹介していこうと思うんですけどその方は本当にプロポーカープレイヤーとしての考え方が相当すごくて全然僕ルールが知らないんですけどめちゃめちゃね本当に深いなっていう感じでで本当後あとでねまたね詳しくご紹介する動画もねあげたいと思ってるぐらいの人なので、うん、またねご紹介の方はさせていただこうと思います。はい であのポーカープレイヤーですねあの、プロポーカープレイヤーの女性の方なんですけど、まあ、女性限定の,、ね、あのポーカーではあったんですけど、WSOP メインイベントの、えー、優勝者が出まして、それが日本人だったということで、まあ、去年ね、しかもこの方2位やって、で、今年1位だったんですけど、めちゃめちゃね、美人ですごい強いっていう方なんですけど、さすがにね、まあ、男性に混じってね、えー、やるっていうことは、 えー、優勝するということはまあ難しいことではあるんですけど、まあ、かなり、ねまあ、女性の中でまあ突出しているのかなと思いますね、外国人プレイヤーよりも。うん、で、本当に、まあ、ポーカーも将棋もそうなんですけど、もう本当に上位に行くにつれて、女性って全くいなくなるんですよね。 えー、読んだんですかね。まあ、そこにも女性は一人もね、今までいたことないということで、でポーカープレイヤーも、本当に、あの、まあ、女性はいるんですけど、まあ、同じね、男性の土俵で、まあ、トーナメント戦ったら、まあ、まあ、絶対にね、えー、負けるということで、まあ、かなりね、あの、ポーカーって運の要素もあるんで、ある程度残る方いらっしゃるんですけど、まあ、ほとんど負けてしまうということで、で、まあ、体力とかやったら、もちろん男女差であると思うんですけど、やっぱりね、頭脳労働というかね、頭脳を使ったね、あの思考力っていうのも、やっぱり、男性と女性ではちょっと違うのかなって、まあ、 つくづくづわされましたね、まあ、でも本当に、あの、去年2位でね、えー、今年1位で、まあ女性の中ではね、本当ダントツで素晴らしい方だと思いますね、この方も。はい。はい。えー、この世界の横澤さんっていう方なんですけど、まあ僕がめちゃめちゃ今尊敬してる方で、もうずっと垂れ流してね、まあ仕事しながら動画をずっと流させてもらってる人でもありますね、あの、運転中とかは、ずっとこの人の動画を永遠と流してますね、喋ってるところとか。まああの、結果、あの、 トーナメントとか出てるところもずっと流させてもらってる状況です。で、めちゃめちゃ尊敬してて、あの、プロポーカープレイヤーとしてもすごい尊敬してます。まあ僕はあの、もちろん、ルールは深くは知らないんで、深くはっていうかもう本当に初期中の初期しか知らないんですけど、まあこの人はあの、GTO ウェザードっていう、まあアプリですね。まあゲームセオリー通りの、あのプ、プレイで、まあどういったことを知ったら、まあそれが最善手だったのかっていうのを分かるアプリっていうのがあるんですけど、まあそれと、あと、エクスプロイト戦略って言って、まあ相手のゲーム、 のののあああ傾向ででったりととかかプレイスタルすよねまあ、そちらの方を見抜いてまあ、相手の弱みにつけ込んでプレイをしていくスタイルとか、まあ、いろいろな要素があるんですけどそれを一つ一つあの丁寧に本当にあの考えてあのカードを一枚一枚まあこういう時にはまあ、えー、レイズした方がいいのかなベッドした方がいいのかなとかってまあ、コールした方がいいのかとかフォールした方がいいのかなっていうのを常にまあいろいろ考えて。まあ ゲームセオリー通りだけではなくて、まあ、そのエクスプロイトっていって、まあ、相手のことも、まあ、心理的にまあこういう人はこ,うこの傾向に強いからこうしようとかっていうのも決めながらやってる方で、まあ、ゆくゆくは本当僕も、ねえー、きちんとね動画を出していこうと思うんですけど、まあ、この人も本当にすごくてですね、まあ、今月かな、まあ、先月かぐらいにあった大会でも、まあ、6位に入賞して2500万手に入れてる方で、で2023年の WSOP。 でもメインイベントの方でも、えー、日本人最高位の45位になって、まあ、そちらの方も3500万ぐらいかな、まあ入れてえー、手に入れてる方でトーナメントだけでも2億5000万ぐらい、えー、ですねで、まあ、この人はキャッシュゲームがめちゃめちゃ強いんでキャッシュゲームの方が、まあ、時給とか、まあ、4万前後で、えー、プレイしてる方なんで、まあ、かなりすごい方ではあるんですけどでこの人もすごいんですけどもうこの人が一番ディスペクスしたんですけどその編集のヒロキっていう人も すごくて2019年の WSOP で誰も Day7 に行ったことないのにその,編集あのその当時社会人やったヒロキがあの日本人最高位25位になってるんですよで,でその2023年にあの横澤さんが、えー、世界45位になったんで日本人のワンツーがあのその横澤チャンネルの編集とあの演者だったんですよねで2024年にもヒロキが あの社会人から編集に変わって挑んだんですけど、そ,それもあの2024年で45位。ね、去年の,あの、その前の横澤さんと同じ順位やったんですよね。でも、ディステルニーって言ってて。で、まあ、その当時は、あのその世界1あ日本1位と2位が、まあ、横澤チャンネルの 演者とと編集のの人っっていう前代未聞のことがあったんですけど、まあ、あ2024年はねあの21位に永見さんかなっていう方が WSOP のメインイベントでなったんで、まあ、実際はまあ2位と3位になっちゃったんですけど本当にすごい方で本当究極の思考の持ち主でもあるのでぜひ、まあ、ねあの横澤チャンネルっていうのを見てくださいあの全然ポーカーやったことなくても本当思考力向上にすごい役立つのでぜひ、まあ、ね えー、参考にしていただけたらと思います。なので、ほんと、生半可な気持ちでね、あの、ポーカーをやろうとは思ってないので、僕はもうほんと、今後の人生、まあ、趣味程度で、もしかしたらやるかもしれないですけど、まあ、プロとしてはね、できないので、もう一つのね、自分の体があったら本当にね、えー、チャレンジしたいなと思って、まあ、この動画を作らせていただきました。はい、以上、ラッキーでした。